デビューチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。新井淳です。中尾正樹です。今日は、はい、淳くんが喋んないということで。喋ってますけどもう喋んない。それ振りですか？振りでした。もうやめる。なんかおしゃべりキャラやめるみたいなので、うん、今日は僕がネタを振っていこうかと思います。なるほど、ネタを振る。最近どうですか、夏？多いですね、斬新な振り方で。京都に行ってるとはよく聞けますが。あ、なるほど、俺が答える前に喋ってる、はい、なるほど。京都に行って。そうですね、はい、まあ京都には行ってますね。京都行って、はい、時代劇ですか。そうですね、基本的に京都にいますね。すごい。いやー、なんとも山のない会話になりましたけどなんですか。これは僕はですね、自分で喋ってた。実は今のある作品と、うん、次の作品に向け、うん、ちょっとあの運動してまして、うん、役作りで。なるほど、気分転換かな。いやいやいや、役作り聞いてました。聞いてました、はい、いろいろまたちょっとこれから先お知らせできることもあるかと思うので、うん、ちょっとお待ちください。なるほど。何か告知ありますか。じゃあもう先に。本当ですか。7月11日、うん、24時55分お毎週水曜お、パフェチックがお、地上波で放送になります。お、嬉しいですね、これはね。とりあえずあの FOD にはあの全話放送配信されてるんですけど、ようやく地上波ということで、本当に応援ありがとうございます。ぜひ見てください。では、はい、そうですね、僕はラストチャンス再生用教員というドラマがですね、お、テレビ東京の新しいドラマビズというわけで、7月の16日月曜日の夜10時から、放送スタートとなります。社会派な結構ちょっと挑戦的なドラマになってますので、皆さんぜひ見てください。僕はあの山根という役をやってまして。どんな役ですか。現代にはあんまりいない、こう結構ズバズバっと意見の言えるタイプの青年を目指して演じましたので、ちょっとそこは見てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、以上デビューチャンネルでした。はい、次回をご期待ください。いいじゃないだそうです。ありがとうございました。